皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全。小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬マルバツクイズです。パピチュアは大きな三角形の立ち耳が特徴である。答えは丸です。パピチアはパピヨンとチワワのミックス犬です。大きな三角形の立ち耳とふさふさの尾はパピヨンの特徴で、短いマズルと大きな目、アップルヘッドなどはチワワの特徴を持ち合わせた外見をしています。明るくてフレンドリーですが、パピヨンとチワワの気の強さを受け継いでいる子も多いので、可愛いからといって甘やかしすぎないようにしましょう。以上で愛犬マルバツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。